シュンと日本語。ポッドキャスト200。初心者 beginners 元気ワンレベル。ハイキング、ハイキング。どうも皆さん、こんにちは。日本語教師のシュンです。元気ですか すすごいですね。200エピソードまで来てしまいましたねいやー皆さん本当にいつも「Japanese withShun」のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございますもっと皆さんの日本語を応援できるコンテンツを頑張って作りたいと思います まだこのチャンネルを登録していない人はぜひもっと新しいコンテンツを作るので登録をお願いしますはいじゃあ今日も始めていきましょう、えー、今日のトピックはハイキングについてですどうですか皆さんは ハイキングが好きですか嫌いですかハイキングについてどう思いますか私は、はい、あの、ハイキングについていろいろな考えがありました。まあそうですね、えー。日本ではあまりハイキングをしたことがありませんでしたが、 海外を旅行して初めてたくさんハイキングをするようになりましたネパールの山を登ったりスペインでたくさんハイキングをしたり南米のパタゴニアの雪山も登りましたねもちろんニュージーランドに 住んでいた時もたくさんハイキングをしましたハイキングをすると本当に普段は見ることができない景色を見ることができますよねまあでもハイキングは本当に疲れますよねあとなんか時々ずっと天気が 悪くていいい景色が見られなとき時々ずっと同じ景色で飽きてしまうこともありましただから私はハイキングが嫌いになってできるだけ長いハイキングはしたくなくなりました。 まあ大変じゃない1時間ぐらいのハイキングなら好きでしたね。まあまあこれは私の意見ですから、まあ、ハイキングが大好きな人ももちろんいると思います。ある日本当に久しぶりにチリで 二日の長いハイキングに行きました本当に長くて大変なハイキングでしたテントや寝袋食べ物や水を全部持っていかなければいけなかったので本んにに物も重くて大変でした まあ正直、登っているときは何回も帰りたくなりました。でも、ハイキングが終わって家に帰ってきたときは本当に変な気分になりました。あの、本当に疲れているけど、すっきりした気分でしたね。 まあまだ長いハイキングはあまり好きじゃないけど、ハイキングが好きな人の気持ちもわかりました。でも、まあ、時々長いハイキングに行くのはいいと思いました。あの、毎日の日常を少し 変えることができますね。まあ、私は運動の中でジムで筋トレをするのが一番好きです。一人でできるし、すごくアドレナリンが出て好きです。まあでも本当にスポーツは全部好きですね。 だから最近は筋トレだけじゃなくていろいろなスポーツをしてみたいと思うようになりました筋トレは筋トレではまあ鍛えられないところを鍛えることができますからねはいそうあのハイキングもそうですね筋トレをしていても ハイキングは上手になりませんよねだから時々ハイキングをするのはとてもいいことだと思いました「応援する」「登録する」「 考え thought. 南米 South America. 雪山 Snow Mountain. 普段 everyday life. 景色 view. 飽きる to get bored. 意見 寝袋、スリーピンバーグ。荷物、ラッガジ。重い、ヘビー。すっきり、レフレッシング。日常、エブリデイライフ。 変える、to change 筋トレ、weight training 鍛える、to train